皆さんこんにちは。アバウチュールと解説補佐役のエレノアです。今日も元気に 2DX 実況やっていきます。最近あまりランク更新してないなと思ったので、今日はそれらをやっていきます。リップソムタムとかは簡単に F 派できそうですね。早速プレイしていきましょう。簡単にとか言っちゃって大丈夫？フラグになるわよ。大丈夫だって、平気平気。このゲーム何年やってると思ってんの。大船に乗ったつもりで安心しときなさい。全く安心できないです。後半はともかく、序盤は本当に簡単なんで、リラックスして叩いていきましょうね。あ、そうそう、今ステップアップでやってますが、ステップアップにも新機能が追加されてます。さっきの選曲画面の左下の部分ね。ここをいじることで課題曲のレベル変動量を操作できます。中がデフォルトで、子なら上がりにくいけどその分エクセも下がりにくい。大ならその逆って感じね。すぐに星10に選べるようになるし、上位のプレイヤーは特に喜びそうね。ですね。加入ところに手が届く、いい調整だと思います。視聴者の皆さんもランク更新やスコア詰めの際は、ステップアップを利用してみるといいでしょう。さて、譜面の方は少しずつ難化してくる頃ですね。ギア上げていきましょう。アーコア、F 派はハードとはまた違った緊張感がありますね。6回見逃したら終わりだしね。ひとときも油断できないわ。ですね。移行も集中です。休憩も終わり、一気に密度が上がります。ここが一番事故りやすいので身構えておきましょう。あばばばば、落ち着け俺。案の定ボロが出てきたわね。いやいや、2回見逃しただけだから、こっからそつなく抜けてやるから見とけよ見とけよ。あぶん、いやいや超余裕だった。嘘をつくな。嘘じゃねえし。まあ更新1個目としては上々じゃないっすか。この調子で進めていきましょう。2曲目はブロー君。純粋な知力不明ですね。前作では BP15 くらいだった気がするんで、F 派もいけるでしょう。ああ、ここむずすぎ。止まってやばいやばいやばい、死にたくない、ダダダ誰か助けて。ハッピー、覚えとけよ DJ タカ。作曲者に八つ当たりすんな。あとシレット星11に引くとすな。いや、あくまで今日の題目はランク更新ですからね。星12にこだわる必要はないんですよ。この曲は得意な部類なんでさっと抜けれる。待って、なんかバグった。ちょ、やばいっす、死にたくない。リズムを固定して耐えろ。さっきも見たわねこの展開。なーにが、これは天使ではありませんだよアホらしい。ベニボタンやります。君さ、プライドなさすぎちゃう？うん、勝てばよかろうなのだよ勝てば。勝つって何なのかしらね。さて、この曲は極端な難所はないので、序盤を抜けられれば十分勝算はありますね。 F 派は一発がでかいので、一つもこぼさない気持ちでいきましょう。感じ、綺麗に割れてくれて叩きやすいですね。きっと哀れに思ってゲームが忖度してくれてるんでしょうね。このチャンスは絶対にものにしましょう。任しときなさい。あっぶね、難所あるじゃんこの曲。難所ないとか言ったやつはぶっ飛ばしていいです。じゃあ何すんじゃこら。いや、ぶっ飛ばしていいって言ったから。言われても本当にすなぁ。お疲れ様でした。山あり谷ありだけど抜けれてよかったわね。ですね。ちょっと早いけど、
最後になんか難しい曲やって今回は終わりにしますか。というわけでラスト、レベル3。ハードだけど普通に難しいので気を抜かずに頑張ります。長い連覇ら期待が鬼門ね。頑張ってね。おうよ。小指がつる、なんとかほぐして耐えるぞ。序盤からそんな調子じゃ最後まで持たないわよ。リラックスしていきなさい。わかってるけど力んじゃうんよね。できるだけ皿が降ってこないところで脱力するようにします。うおおやっべーぞこれ。悪い、俺死んだ。おい諦めんな。冗談よ冗談。2パー抜けでもこっから回復できれば勝算はあります。最後まで頑張るぞ。いや、叩いてて思ったけど、皿だけ見ればアナザーもハイパーとあんまり変わんないんですね。そうなのかしら？その辺はプレイヤーの感覚によるところが大きそうね。かもしれませんね。そしてここから難所続き。一点集中じゃ。今のバックスピンは素直に捨てた方が良かったね。ラストは割と道中より得意なんで、これだけ残ってれば抜けれそうです。頑張るぞ。あぶねえ、2パークリア。終始ギリギリの戦いだったわね。お疲れ様。ありがとうございます。いい汗かしましたわ。以上、今回はランク更新会でした。次回はおすすめ楽曲の紹介か、通常プレイになる見込みです。それではまた。バイバイ。みんなまたねー。